こんにちは。あっこばあちゃん昭和の知恵袋です。今日は旬をお届けします。何だと思いますか？はい、そうです、じゃがいもです。じゃがいもをいただきました。ありがとうございます。そのじゃがいもでおばあちゃん何を作るかな。それではどうぞ。今日はこんなにたくさんもらいました。メイクインの立派なじゃがいも、それと小さいのは今茹でて今から料理します。湯がきました。茹でたじゃがいもいただきます。皮をむいて、そしてマヨネーズでいただきます。なんか血に言ったね。おいしい。マヨネーズだったり塩だったりバターだったりつけてもおいしいよね。何も料理しんとこれだけでも結構美味しいね。あ、皮まんま切って皮まんま入れるっちゃね。じゃがいもだけの状態です。合わせ調味料です。オリーブオイル、アンチョビ、ニンニク、塩、ブラックペッパー、すべて適量です。オリーブオイルを入れます。オリーブオイルは酸化を防ぐんだって。体にいいんだね。アンチョビを切ります。アンチョビっていうのはカタクチイワシの塩漬け。イタリア料理やスペイン料理には欠かせないもの。これを入れるだけでとってもうまみが出てくるんだよ。オリーブオイルの中に入れます。ニンニクを入れます。よく混ぜます。そしてブラックペッパーを入れます。結構たくさん入れても大丈夫。次は塩を入れます。これをたっぷりとじゃがいもの上にかけます。あとはパンに残ったオリーブオイルなんかつけても美味しいし、お酒にも合います。しっかりとたっぷりとかけてます。
さあこんな感じでいいかな。それではレンジに入れます。ではいただきます。どんな感じだろうか。あいつよ、ホクホクしてるよ。おいしい。我が家のでできたレタスに包んで食べます。美味しいです。じゃがいもはいっぱい料理が、いろんな料理があるでしょうから、また次回お楽しみに。それではまた。いかがでしたか。じゃがいもにオリーブオイル、アンチョビにニンニク、もうとっても美味しかったです。ビールに合う合うっていう感じでした。はい、まだまだじゃがいもありますんで、じゃがいもの料理続編をお楽しみに。それじゃまた。このチャンネルでは89歳あっこばあちゃんの元気な秘密、おばあちゃんの手料理、家庭菜園、昭和の知恵、旬の食材、九州のパワースポットなど配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。